田辺市の海に面した小さな岬、天神崎。ここが日本のナショナルトラスト運動、自然を守るための市民運動の先駆けとなった場所です。運動が始まったのは昭和49年のこと。天神崎の海岸に続く森に別荘開発の話が持ち上がったのをきっかけに、予定地の買取運動がスタート。森と磯、そして海へと連なる大切な自然が今も守られています。5月19日、天神崎で自然観察会が開催されました。これは関西広域連合の広域環境保全局が主催して行ったもので、京阪神から家族連れなどが大勢参加しました。一行は午前中、荒廃地の森や湿地などを散策したのに続いて、午後からは潮の引いた磯で観察会が行われました。観察会の案内役は公益財団法人天神崎の自然を大切にする会の皆さん。磯だまりにいる魚や貝、また岩場の海藻やウニなどを手にして大喜びの子どもたち、またお父さんやお母さんたちも童心に帰り、自然の素晴らしさを満喫していました。はい、これ何ですか？雨降らし。いや、すごい自然がいっぱいで、こんなとこ来たことなかったんでびっくりしてるのと、楽しいですね。大人でも楽しいです。子供にやっぱり今自然と触れることがすごく少なくなってるんで、あの自然を肌で感じてほしいと思って来ました。はい、ところで、紀南の海は黒潮の流れが蛇行し、はるか南に遠ざかったため、水温が大きく下がり、温暖化で北上してきていた亜熱帯性の生物が死ぬなど、さまざまな影響が出ました。その例として、この下にオハグロカキというカキが、この辺たくさんあるんですけども、これはもう上の、あの殻が外れていない貝で、この辺生きてるように見える貝も実は簡単にこんな風に上が外れて、あのもう死んでるのが分かると思います。今年はもう大蛇行の影響ですごく寒かったし、それがもう南の方の生き物、まあこのオハグロカキだけじゃなくて、あの長ウニとか他の生き物にもすごい壊滅的な打撃を与えたって感じですね。はい、でもまたいずれ暖かい時期が来ればまたこういう状態に戻ることは十分考えられるとは思いますけど、はい、まあ、その辺が自然 のそうですね、あの仕組みというか、あの長い目で見た時の変化というか、はい、海と日本プロジェクト in 和歌山県は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの一環として取り組んでいます。海と日本。